リカルド・サピントこと、リカルド・マヌエル・デ・アンドラー・デ・ダ・シルバ・サピントは、ポルトガル・ポルト出身の元同国代表の元サッカー選手。現サッカー指導者。現役時代のポジションは FW。投資溢れるプレイや性格から、スポルティング CP のファンからは、リカルド・コラソン・デ・レオンと呼ばれている。ポルトに生まれたサピントは、地元の SC ・サルゲイロスで、プロデビューしてからほどなくして、 U-21 ポルトガル代表に選出され、UEFAU-21 欧州選手権1994で決勝に進出した。1994から95シーズンに、トップリーグの競合スポルティング CP と契約を、締結。スポルティングで安定したプレーを披露した後、スペイン一部のレアルソシエダと契約し、1998年8月30日の、 移籍後初出場となったレアルオビエド戦で公式戦初得点を挙げた。レアルで70試合6得点を記録後、スポルティングへ復帰し6シーズンの在籍で最終的に首相を務めたが、幾度もの怪我に悩まされていた。2006から07シーズンに同胞のセルジオ・コンセーソンと共にベルギー一部のスタンダールリエージュへ移籍し、35歳、間近で引退した。 2009年11月初旬に、スポルティング CP へ戻ったサピントは、元同僚のペドロ・バルボーザに代わりディレクター職に、就任すると、まず手始めに、成績不振を理由に、同クラブのパウロ・ベント監督を解雇した。2010年1月21日、タッサでポルトガルの CD マフラ戦後にロッカールームで、リエジソンと衝突し殴り合いに発展したため、辞表を提出した。2010年に、 ペドロ・カイシーニャ監督のもとで、UD レイィアのアシスタントに任命され、指導者としての一歩を踏み出した。2012年2月13日、スポルティング CP のユースチームを率いていたところ、トップチームのドミンゴ・スパシエンシア監督が解任された、ため、暫定ながら、後を引き継いだ。リーグ戦を4位で終え、ダッサでポルトガル決勝で優勝を逃したが、2012年5月25日に、 契約が2年延長された。しかし、UEFA ヨーロッパリーグ2012から13で、元同僚のパウロ・ソーザ監督率いるビデオトン、f c に0から3で敗れたことで10月4日に、解任された。2013年3月8日に、セルビア一部の競合レッドスターベオングラードの監督に、就任し、最初のリーグ戦8試合で勝利を収めたが、 クラブ上層部との意見の相違から6月19日に退任した。サピントはポルトガル代表として45試合9得点を記録。1994年9月7日にベルファストの北アイルランド戦で A 代表初出場を飾る。UEFA Euro 96ではグスープステージ初戦のデンマーク戦で得点。UEFA Euro 2000にも招集された。 1997年3月26日、サピントは、自身が試合に召集されていない知らせを聞くと、リスボンのエスタデオナショナルで代表チームが、練習している中で突如現れ、アルトゥール・ジョルジェ監督の顔を殴る暴挙に出る。そのため、クラブ及び代表での出場を1年間禁止された。2002フィーファワールドカップは怪我の影響から、選出されなかったため、 2001年6月6日のキプロス戦が代表での最後の試合となった。エスピントエスペラセールフェリスノースポーティング。UEFA、2012年7月8日閲覧。エスピント、エスミザリーコンティニューズサピントが膝を負傷。ポルトガル、エスサピントジョインズスタンダードリエージュ。ポートゲイスエスピントアンアポセンタドリアエス。 ピントビアートスポートダクター、スポーティングディレクタークイッツアフターリポーテッド、フレイコススポルティングが、パシエンシア監督を解任スポルティング、サピント監督と契約延長スポルティングがサピント監督を解任ツルベナズベズダの新監督にサピントし、サピントクイッツアズツアービナズベズダコーチエス、ピントフォーストイントゥアーリーリタイアメント。ありがとうございます。